千葉県の中心駅、千葉駅から、木更津を経由し、房総半島の末端、阿波鴨川駅までを結ぶ、全長 123.2km の路線、JR 内房線。この路線にかつて、わずか2年しか運行されなかった種別、特別快速が存在していたのはご存知でしょうか。今回は、そんな短命に終わってしまった、特別快速について話していきます。2014年12月、JR 東日本は、東京から立山までを結ぶ特急列車、さざ波号を、沿線人口の減少や、高速道路網の発達、競合相手の、都心と南房総を結ぶ高速バスの利用客増加、増便に伴う利用客の減少を理由に、君津、立山間の運行を取りやめると発表しました。これにより、平日に都心と立山を結ぶ列車はなくなって、しまうと沿線自治体などから大きな反発を食らう恐れがあったためか、平日のさざ波号に代わる新たなサービスとして、東京、立山を結ぶ、特別快速の運行を開始し、しばらく様子を見ることにしたのです。なお、この列車は、東京8時2分発の立山駅と、立山17時7分発の東京駅の、合計1往復が設定され、停車駅は、新宿さざ波号と同じ、錦糸町、船橋、津田沼、千葉、蘇我、五井、木更津、君津、讃岐町、浜金谷、保田、岩井、富浦、立山となりました。なお、立山駅は、終着の立山で、当駅始発の阿波鴨川駅に、東京駅は、木更津で、各駅停車千葉駅に、千葉で、快速久里浜駅に、終着の東京で、横須賀線の大船駅にそれぞれ連絡します。所要時間は、さざ波号と大差のない、2時間8分です。使用車両は、総武快速線、横須賀線を中心に活躍している、E217系です。ちなみに、この電車は東京から木更津まで、15両編成での運転ですが、木更津より下の立山方面は、需要が多く見込まれないためか、同駅で前の11両を切り離し、4両編成で運転されることになりました。一方、切り離された11両は、上りの特別快速の運用まで、木更津の隣である君津で誘致されることになりました。そして、2015年3月、特別快速の運行がスタートしました。先ほども述べた通り、この列車、1日たった1往復しかありませんが、果たしてどれぐらいの利用客がいたのでしょうか。それでは、特別快速の利用状況を見ていきます。はじめに、下り立山駅の降車数は、君津で80人、立山で20人。上り東京駅の乗車数は、立山で30人、君津で80人から100人でした。なお、その他の駅の乗降者数は、JR は言及していないので正確な数はわかりませんが、基本的に一桁台で、よくても十数人程度だったのだそうです。唯一、夏休みシーズンだけは利用者が多くいたものの、1年を通してみれば利用状況が良いとは言いづらかったでしょう。さらに、当時の JR 東日本千葉支社長も、2016年2月に立山市長、立山商工会議所会頭、立山市観光協会代表理事長の3名から、特別快速の増発と、特急電車の復活を求める要望書を提出された際、昨年のダイヤ改正で特急を見直し、特別快速を新設したが、利用状況は厳しい。と、話していました。それでは、なぜここまで利用者がいなかったのでしょうか。その理由として、利便性の面や設備面で、高速バスに負けていたからだと考えられます。最初に、利便性の面について。こちらは、JR の場合、1往復だけなのに対し、高速バスは、32往復もあるほか、所要時間は、JR の場合、2時間8分なのに対し、高速バスは、1時間45分です。設備面では、JR の場合、全区間通してトイレが設置されているものの、木更津より下は、電車ロングシートの4両編成で運行されるのに対し、高速バスの場合、リクライニング機構を備えた4列シートでトイレがついているほか、JR バス関東の車両には、窓側の座席にコンセントもついています。唯一、料金面に関しては JR が買っているものの、差額はたったの230円しかありませんでした。以上より、
高速バスから客を奪うことはできず、利用者が低迷し続けたと考えられます。この結果を受け、平日はどうやっても利用者が増えないことを理解した JR 東日本は、特別快速の運転取りやめを視野に、とある計画を進めていくことにしました。その計画とは、君津駅での系統分離です。実は、君津、立山間の大半は、海沿いに線路が引かれているため、ひとまず強風が吹くと、速度規制によって遅延が発生してしまう問題点を抱えていました。さらに、一部の列車は君津より上の千葉方面へ直通するため、その遅延が、君津で折り返す普通電車や、快速電車にも影響してしまうことがたびたびあったのです。そこで、JR 東日本は、利用者の多い君津、千葉間で遅延の頻度を下げるため、日中時間帯の東京及び、千葉、館山間の普通列車をすべて廃止し、その代わりとして、君津で館山方面の各駅停車から、東京方面行きの快速電車に対面乗り換えができるよう、整備することにしました。しかし、それに待ったをかけたのが、館山市や、館山商工会議所、館山市観光協会、そして、国鉄千葉動力者労働組合、通称、道労千葉だったのです。2016年12月、館山市議会から、JR 内房線館山千葉間、日中時間帯の普通列車木更津駅での折り返し及び、館山東京間の特別快速廃止見直しを求める意見書を、衆参議院議長、国土交通大臣、千葉県知事に提出したのをきっかけに、特別快速廃止反対に向けて動きが活発化していきました。というのも、2015年のダイヤ改正で館山駅のさざ波号がなくなった後、観光等で訪れる人が減り、商店街をはじめ地域の経済や文化は大打撃を受け、閉店、廃業が相次いだ過去を持っていたため、今回のダイヤ改正で平日に千葉方面と館山を結ぶ列車がなくなってしまうのは、一部の地元の人たちにとって大きな脅威になると考えていたのです。そして、2017年1月、内房線と地域を守る会が結成されると、同年2月に、内房線切り捨てのダイヤ改正に反対する集会が開催されました。この集会では、地域住民や、道労千葉各支部組合員などをはじめとする人たちで、合計170名が参加し、そこでは、阿波地域を活性化させたいのに、これではますます錆びれてしまう。直通運転の廃止は何としても止めてほしい。都会は便利に、田舎はますます不便になっていくが、住み慣れたところを離れることはできない。などといった声が相次いで上がり、特別快速の廃止を取りやめるよう訴えました。しかし、そんな行動も虚しく、2017年3月、JR 東日本ダイヤ改正に伴い、内房線特別快速は廃止となってしまいました。実に、わずか2年間の活躍でした。なお、2022年6月現在まで、内房線特別快速は一度も復活していません。いかがでしたでしょうか。今回は、運行開始してから2年で廃止されてしまった、内房線の特別快速について話していきました。2022年6月現在、都心と館山を結ぶ列車は、土休日に運転される、特急新宿さざ波号の2往復しかありませんが、現時点でこの列車を廃止にする計画はないようなので、内房線応援を含め、鉄道を使って快適な房総旅に出かけてみてはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。